定義をしているわけです。で、広島県庁が求める人材というのは、この行動理念をに共感してくれる、そしてですね、これを実践をしていきたい、広島県がより良い地域になるため、この言葉で言えば地域社会全体の、これ広島県ですね、広島県の地域社会全体の価値を高めて発展させる、それを実現したい、そこに熱意を持って取り組んでいきたいという人に来てほしいというのが、まあ、とても短い時間で、その場合の広島県が、広島県庁が決める人材像ということであります。いろんな、ね、志望の動機っていうのはあると思うんですよ。で、まあ、多くの人は広島出身であるという人も多いと思いますし、まあ、実家が近いから実家から通えるとか、あるいはその、まあ、ご家族のなんか介護が必要であるとか、あるいは場合によっては、まあ、公務員っていうのは安定してるからとかですね、そういう理由があるかもしれません。で、そういう理由はあってもいいんですが、第一の理由というのが、この広島県という地域の価値を高めている、発展させていく、これでないといけないということです。で、それ以外が志望理由の人ははっきり言っていません。でも、この広島県のために働きたいという人は、もう心から関係をしたいと思います。